はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業に来てくれ。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日撮影日なんですが6月1日ですね。もうあっという間に6月、もう1ヶ月が経って5月が終わって6月になりましたってことで、まあ、ここ最近非常にね、やっぱりこう天気がいいと晴れると非常にこう日射量もすごいんで、なんか僕なんかもめちゃめちゃ焼けました。これちょっと汚れじゃないんですよ。汚れもそうなんですけど、すごく焼けてきましたんで、ぜひね、外で作業される方なんかは、日焼け止めクリーム塗った方がいいかもしれませんので、ぜひね、やっていただけたらと思います。僕はちょっとやらないんですけど、やった方がいいと思います。ほんとこんな真っ黒になるのはあんまりどうかなと思いますんで、ね、よろしくお願いいたします。で、今日の動画のテーマの内容の今日はね、こちらね、収穫の圃場の方には来てるんですけど、今日は育苗ハウスの方に行きまして、まあ、白いちごのね、受け方、ちょっとね、吉村農園では2パターンでちょっと行っております。そちらのご紹介動画になりますので、ぜひご覧ください。早速、行ってみよう。はい、では本日なんですが、育苗ハウスの方に来ておりますので、今行っている作業のご紹介等をよろしくお願いします。はい、こんにちは。苗を取るっていうことで、ランナーを確保するっていうことで、うちは2パターンのやり方をやってます。一つはすくすくトレーにね、直接受ける受け方と、ご紹介するやつはね、ポット受けってやつですね。こういう感じです。普通のすくすくとは違って、ポットで、なんでこういう風なことをやってるかっていうと、すくすくは本当は楽です。土入れその他。これは一つ一つ土を入れなくちゃならないもんで、このように。ちょっと入れますね。普通の黒いポットですね。ホームセンターなんかに売ってるやつを、土を、まあ機械で入れる園芸農家なんかもあるかもしれないんで、うちあたりは5、6000本しかこれは取らないんで、このような感じで。これの品種は白いちご。どうしてもね、白は弱い。3年、4年目ぐらいになるんですけど、どうしてもね、思うようにいかないで枯れちゃう。っていうことで、苗の方も一度炭素が出てね、どうしようもなく失敗してね、全滅に近い状態になったことがあるんで、いかにして苗を上手に育てるかっていうのがポイントなんですけど、弱い品種で、これが100ではないです。なんで、すくすくで取らないかっていうと、間隔を空けて、こういうふうに、風通しを良くしたり、いい切り離しをしたりするのにいい、便利なんで、本当はね、すくすくで一度に24取っちゃった方が楽なんですけど、どうしてもね、枯れる。恥ずかしいようなんですけどね、弱くて枯れたりね、異様になったりする確率がなんか圃場に持ってて9月になって、幾度となく失敗したんで、そういうのをいかにしてね、少しいい軽減できるかなと思って、これでもきっとね、病気の方は出ると思います。その時にね、なるべくリスクを減らしたいっていうのが本音なんで、それに炭素が出ないように、苗のランナーは結構、白でも出るんですけど、それをいかにして本数約6000本ぐらい早めに取りたいんで、で、切り離したら、たくさん入れないで風通しが良くするような感じで、あとは、葉をかいたり、追い土をしたりする作業は同じなんですけど、出だしのね、取るとき、7月頃の上旬までに苗を加工したいんですけど、それにはこういう風な感じでやるのもね、いろんな苗、他県でもいろんな種類が出てるんですけど、炭素に強い、弱いっていうのは、これは品種によってどうしても避けられないです。ランナーの本数が少ない。そういう風なやつも完全にあるんで、それには、その品種に合わせたような作り方をした方が私はね、リスクをなるべく避けたいっていうのがあるんで、そのようにやってます。はい。はい。では最後にこちらの圃場全体ちょっと見せてもらっていいですかね。そうですね。こういうな感じで、まだ受け始まってちょうど1回目かな。ちょうど。今日あたりから、昨日ここは差し始まったんですけど、まだ1回目なんで、なるべく
間隔を空いてバラバラにして風通しを良くして、そのために、普通の棚では右と左に置いてあるんです。ここは一列でずーっと一等ですから、場所的にはもったいないのはもったいないんですけど、どうしても風通しや約3の時によく苗にかかるような感じで、白は特に丁寧に育ててます。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、どうぞ先生、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、白いちごのね、ポット受けの、やり方ですね。今回、すくすく取られてなくて、ポットで受けるやり方もちょっとご紹介動画になりました。いかがだったでしょうか。で、なんでね、あんなことをやってるかっていうところなんですけど、社長の方からもあった通り、この白いちごっていうのはね、割とね、いちごの苗の中ではだいぶ弱くてですね、普通に取っていくとちょっと病気が出やすいんで、ポット受けをすることによってよりこう、なんですよね、丁寧に取っていくっていうやり方で取っています。で、本来であれば、いちごの苗、個人的なお話になるんですけど、いちごの苗はポット受けで取った方がよりこう、しっかりとは取れるのかなと思ってます。ただね、作業効率とかも考えると、すくすく塗料を使っていくのが、一番こうスタンダードになりやすいんで、品種によっての使い分けって形で受け方を変えていくのは一つのやり方かなと思いますんで、ぜひね、ああいったやり方もありますというところで参考にしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。あとですね、今年の目標としてチャンネル登録1万人目指しておりますので、ぜひね、まだチャンネル登録してない方は、ぜひよろしくお願いいたします。ではですね、時間を動画撮っていけますので、ぜひご覧ください。最後に受けます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、私もね、いろんなニュースとか、いろんなことを考える、年になりました。その中でですね、とてもいい環境に育った、若者たちが、いろいろ、ちょっと、間違いを起こしたり何かして、歌舞伎の方、これも代々続いている方、方や政治家の人が前も言ったかもしれないんですけど、ちょっとやんちゃをしちゃって、職を辞職させられたっちんですか、ただの大きな有名人のニュースかもしれないんですけど、あの人たちはね、育ちっちんですか、家柄がとても良かった、普通の人では一般の家庭では味わえない裕福な家庭で、小さい頃からいろいろ努力してきたっていうのは私もわかります。いろいろ見つめられたり見られてたりして、おだてられたりたくさんしながら育ってきたんですけど、どうしてもこれは本音で言われてるか嘘で言われてるか忖度してるとかっていうことが分からなくて、そのまま大きくなっちゃって40歳過ぎちゃったっていうことで、あのような事件を起こす、大体いいパターン的には、 あまりにも生まれが良すぎた、でもある反面生まれが良かないとああいう職業にはつけない、ああいうポジションに若いうちから入れない、世の中は平等ではないです。農家であっても土地がなければ農業はできない、何でも矛盾だらけの世の中なんですけど、そういうとこに生まれてきたからにはそれなりの責任覚悟を決めないとならない、それをついたから逃げてればいいんで、逃げてやらなければいいかったと思うんですけど、歌舞伎の世界なんていうのは3歳の頃から積み重なってやってきた、かたや政治家ちな無記名で入れてもらうから地盤っていうのがある、総理大臣の前からつないでたあの人1代じゃなくて、あの若い青年は3代目でしょう、きっと4代目かな、そういうような地盤があったとこに生まれた、それは恵まれてる、普通なりたくてもああいう職業に恵まれてなれない、いろんな方がいるんですけど、その中で努力していく、普通の人から見れば贅沢だと思います。でもそういうところに生まれてきたからにはやっぱりそれなりの勉強と工夫をしたり努力を見えない場所でして、きちんとした立派な人間になってもらいたいと私は思います。たくさんの汗をかいてやってる方は汗が
ほとんど無駄になってる場合が多いと思うんですけど、そういう感じで、小さいうちからもうスポットライト浴びてる方がたくさんいる。そういう人らは羨ましいと思うんですけど、それに合ったようなそれ以上の努力をして、人の見本になってもらいたいと思います。ちょっとお説教地味ちゃったんですけどね、ごめんなさいね。はい、こんにちは。どうしても苗を中心にしてイチゴは考えていかなくちゃならないということで、今状況ですね、ちょうど5月の一番末31日で、これはスカイベリーですね、贈答用として使われているイチゴなんですけど、まあこんなもんかな。今年初めて作るスターナイトっていう感じで、これは三好さんの方から苗を購入しました。ざくっと見てもらう。